Hey, what's up? 山本です。私は今シンガポールチャンギ空港第4ターミナルに来ております。先ほどキャセイパシフィック航空のフライトを使いまして香港からビジネスクラスでやってまいりました。本日お届けする動画ですが、シンガポールの滞在期はやめます。雨降ってるので今日はフライトレビューの動画にしたいと思います。このチャンネルでは世界60カ国以上訪問経験のある元ビリーが私山本が旅の情報をフライトレビューなどお届けするチャンネルになっております。皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日利用する航空会社マレーシア航空になりまして、行き先クアラルンプール行きです。久しぶりにマレーシア航空乗ります。コロナ始まる前 YouTube や始めてから初期マレーシア航空乗ったので今回マジで久しぶりのマレーシア航空なんですよ。本当はシンガポール滞在してもよかったんですけども、めちゃくちゃ雨降ってます。そして本日のチケット実はもう実質当日発券してます。もう実質っていうところがまたミソなんですけれども、また詳しくは機内などでお話ししようかなとは思っておりますが、本来のルールだと搭乗日の出発48時間前までにウェブ電話であれば24時間、ただ電話発券の場合は手数料5500円かかっちゃうんですよ。なので基本的には2日後ぐらい以降じゃないと当日発券、当日乗る分の飛行機発券できないんですけれども、ちょっとした裏技を使って今回は実質当日発券したような状況になりますので、詳しくはまた飛行機の中でお話ししたいなと思います。ちなみに当日発券言いましたけども、実際は明日の搭乗になりまして、今日はもうシンガポールのチャンギ空港の中で空港泊しようかなと思っております。この後はもうすでにオンラインチェックイン済ませてスマホ上に搭乗券出しておりますので、それ使って乗り継ぎの手続きしていきたいと思います。今第4ターミナルにいるんですけども、他のターミナルであればもうつながっているような状況なので、いわば羽田空港の第1ターミナルであったり那覇空港であったり、あとアメリカの空港のような形で到着と出発が同じ動線なのでスムーズに乗り継ぎできるんですけど、第4ターミナルは一旦乗り継ぎのために保安検査を受けたりとかしなきゃいけないみたいです。間違ってたらごめんなさい。他のターミナルであればチャンギ空港は搭乗前に保安検査があるような感じではあるんですけども、第4ターミナル自体はほとんど使ったことがないのであんまりどういう構造なのか分かっておりません。確かちょっと離れてるっていうのを頭の片隅にあったような記憶があります。今回の動画ではマレーシア航空のクアラルンプール行きの様子をお届けしたいと思います。それではこの後乗り継ぎあっちっていう看板がありますので向こうに進みたいなと思います。ターミナル4での乗り継ぎですが一部訂正です。ターミナル4の中から出発するフライトに乗り継ぐ場合はここで保安検査、それ以外の 1,2,3 はシャトルに乗って移動するのかな。で 1,2,3 はゲート前に保安検査があるのでそこで受ける形。今回マレーシア航空はどこから出るんだろう。とりあえず今日の便じゃなくて明日の便ではあるんですけれども、マレーシア航空のフライト探しましょうか。マレーシア航空どこだ。ペナン、これコードシェア便かな。12時40分発の FY フライだっけ、ファイヤーフライトかな、そんな感じの航空会社でしたっけ。これはなんか怪しいな。とりあえずクアラルンプール行きのフライトちょこちょこあるんですよ。あるんだけどもいろんな航空会社がこの路線就航しているので、一体どれがマレーシア航空かわからねー、全然わからねー。一つ言えるのは第4ターミナルではないと思います。なのあ、あれだ、エチオピア航空もね、異変圏だしね、昔これ動画出したわ、もう消しちゃいましたけども。なので本当に異変圏でエチオピア航空が就航するぐらいいろんな航空会社が就航してるんだけども探し出せません。多分 1,2,3 のどれかだと思います。ご覧いただいている通りターミナル4だけもう完全に独立しているような場所なんですよね。 1,2,3 は歩いていくこともできますし、あとはこのシャトル乗れば列車で移動することもできるんだけども、ターミナル4だけはねこう離れてるんだよな。まあ言うほど離れてはないとは思うんですけども、なのでシャンギ空港 1,2,3 近いので結構利便性は高い空港だとは思うんですよね。とりあえずまだターミナルが分かんないので一番近いターミナル1でも行きましょうか。もしかしたらここで何かが分かるかも。パスポートをスキャンしてくれってやつなんですよ。パスポートスキャンしたらどうなるんでしょうか。今やってみてるんですけども、多分ここから何かしらの紙が出てくるとは思うんだけども反応しないな。どうしてだ。タイミングの悪さでは定評のある私だからでしょうか。諦めます。ダメだ、反応しない。もう一回、もう一回だけ、もう一回だけ、もう一回だけやってみましょう。いけ、反応せ、反応しない。列車で移動するのかなと思ったけどもバス移動みたいですわ。とりあえずここからバス乗って次はターミナル1に行きましょう。あ、これでわかるか。ゲート、ゲートが書いてないな。ゾーン D って書いてるので多分ターミナル1ですね。この感じはゾーンが D、 ただまだ明日のフライトなのでゲートは決まってないんですけども、
多分マレーシア航空ターミナル1じゃないかなと思います。乗り継ぎの際は乗り継ぐ搭乗券並びにここまで来た搭乗券見せます。それからバスを待つと、そういう感じの流れになってます。今乗り継ぎのとこにいるスタッフに聞いたら、お前はターミナル2だって言われました。正直1でも2でもね、こっちまで来たらどこでもいいんですよね。もうだってこうやって移動できますから。ターミナル4だけは離れてるのであれですけども、ターミナル1だろうが2だろうが、むしろ明日の朝のフライトですので全く気にしておりません。それではもう間もなくバス到着、だいたい10分おきに出てるのかな、これ。あと2分で到着ということでした。さてバス到着しました。ここでは特に搭乗券見せる必要はありません。ここに入ってくる時のタイミング、一度だけここで搭乗券を見せる形になります。それではこのバスに乗ってターミナル1に移動します。ターミナル1到着、多いよ、15分、バスに揺られること15分で到着しました。ターミナル1のこの乗り継ぎのバス待合所、めちゃくちゃ豪華じゃん、すげえ。ただ遠いっていうのがな、すごくないですか、こんな感じのバス待ちのラウンジ。果たしてどこに出るんだろうな、全くわからん。 C の20番ゲートのところに出たんですけども、初めてここ使ったのでどこに何があるかがわからないのよ。どこだ。とりあえず C の21番の近くっていうことだけは分かってます。ユニクロでなんとなく思い出したよ、この場所。とりあえずラウンジ行きましょうか。この後はブリティッシュエアウェイズとカンタス航空のラウンジ行ってみます。カタール航空のラウンジもチャンギ空港にあるんですけども、残念ながらビジネスクラス、ファーストクラスの乗客じゃないとダメなんですよね。ワンワールドエメラルドのステータスを持ったとしてもカタールのラウンジ使えないので、今回はごめんなさい、カタールのラウンジ紹介することできないんですけども、ブリティッシュエアウェイズ、カンタス航空であれば使うことができますので、そちらに向かいたいと思います。正面サツプレミアラウンジありますが、今回の動画ではここ紹介せずに、シンガポールチャンギ空港で使えるプライオリティパスのラウンジ、ここの一覧動画みたいな形で紹介したいなと思います。ブリティッシュエアウェイズのラウンジからまず行きましょう。あ、マジか。オープニングアワーズ15時から23時、ただいまの時刻多分まだ14時台なので、先にカンタスのラウンジ行ってからこっちに戻ってこようかな。今の時刻は14時22分です。また後でここのラウンジ戻っていきます。カンタスのラウンジ前に到着しました。ラウンジオープンズデイリーフロム2:30、 2時半オープンということなので、あ、そうか、2時半オープンだからあと10分ぐらいあるのか。今2時23分なのでもう少しここで待つかな。2時半になりました。入りましょう。はい、ハロー、はい、グッドアフタヌーン。イエス、入室しました。カンタスの便だけこう表示されてて、パース、シドニーが2便、ブリスベンにロンドンヒースローのイエンケンにメルボルン、これらがカンタスのフライトになっております。まず早速ですが、バーカウンター、あー、いろんな種類のお酒あるね。棚の方にもありますし、あとはスパークリングワイン、白ワイン、ロゼ、レッドワイン、デザートワイン、カクテル、ノンアルコール、ビール。カンタスのラウンジ広いね。いや、これはすごい広いわ。まだまだ半分も到達してないと思うんですけれども、椅子の数も多いですし、テーブルの数も多いですし、めちゃくちゃ広い。カンタスのラウンジ入ったことないな、そう考えてる。今まで初カンタスラウンジです。ここにもドリンクございます。冷蔵庫なんか炭酸水だったりコーラ、あとは白ワイン入ってって、ここは赤ワインかな。種類は全く分かりません。いろんな種類のワインがございます。これはスパークリングワインなのかな、白ワインかな、それすらも分かんない。本当にいろんな種類、種類豊富。他にはありがたいホットチョコレート、あとはお茶っ葉もございます。でコーヒーマシンあって、こっちにも炭酸水。食事コーナー、トマト、パスタサラダ、野菜のサラダ、これはカリフラワーかな。でこっちにもサラダ、そしてフルーツ、あとはチョコケーキ。
これなんだろう。ここにメニューがあるんだけども、クリームキャラメルかな、違う、チョコレートクランチだ、チョコレートクランチで、こっちがクリームブリュレ的なプリン的なやつで、こっちの方にも先ほど紹介したお酒、ここにもあります。実演コーナーではラクサ、あとはバジルポーク、お米付き、これいただくことができます。ビュッフェコーナー、お米にチキンか、あ、美味しそう、このチキンで、野菜があって、ここに各種パンがございます。ロール系、あとハード系、いろんな種類のパンがあって、パスタ、スープ、熱い熱い熱い、蓋がめちゃくちゃ熱かったです。でこっちもまた同じドリンク類があって、ワインなどなどありまして、ここは同じですね。でこっちも同じです。でパンコーナーがあって、先ほど見たものたち、食事の種類いいね、美味しそうだわ。一通り料理持ってきました。ペンネのパスタ、パスタサラダ、トマトサラダに、これがチキン、そしてラクサ、バジルポーク、コーンスープ、サラダ、クリームブリュレ、うまそう。いただきます。カンタスのラウンジいいね。なのでジャル便使う方もここ使うことできますが、営業時間が2時半からですので、朝の成田行きとかは使えません。深夜便も早く来ないと使えませんので、お気をつけください。サラダ、久しぶりのサラダ、うま、シャキシャキ、サラダうまいな。今回久しぶりにコーンスープ持ってきたんですけども、どんな味なんだろうな、コーンスープ、めちゃくちゃうまい。コーンスープ、コーンの味すごい、これ出てるね、粗挽き感出てる、わかります、この粉末のコーンスープじゃ絶対味わえない味、これは美味しいわ。パンにリップしたらなお良しだと思います。あとは鶏肉も美味しいでしょ、これ、うわー、めちゃくちゃ美味しそう。バジルの味効いてますし、お肉ももも肉使ってるのですごく美味しいわ。パスタサラダとパスタ、ペンネのパスタ、トマトとバジルも乗ってるんですよ。うまいわ。パスタサラダも、パスタサラダ結構固めですね。普通のペンネのパスタが個人的には美味しいかな。トマトも普通のトマトとチェリートマトっていうのかな、ミニトマトよりは少し大きいんだけども、それが入ってますし、うまい。ただしラクサはどうでしょうか。ラクサ、他のプレミティパスタ用のラウンジ、特に隣のサツプレミアラウンジでもラクサ食べることできるんですけども、ここのラクサは、あ、うまいね。魚介の出汁すごい出てるわ。あとココナッツミルク、甘さが8、辛さ2って感じかな。ちょっと喉の奥がピリッとしてる状況ではあるんですけども、これはうまいわ。具材は厚揚げに、とこのかまぼこ、かまぼこうまい。あと卵にもやしに鶏肉、最高じゃん、うん、ここのラクサうまいね。いや、気に入ったわ。初めてカンタスのラウンジ入ったんですけども、広いし、こんだけ広かったら全然混まないわ。多分シドニー路線、エアバス380飛ばしているので、かなりのお客さん乗せられますし、コーナーラウンジもかなりのお客さん来ることが想像つくんですけども、絶対満員にはならないわ。ここめちゃくちゃ広い。いや、ラクサマジでうまい、びっくりした。こんなラクサ美味しいと思わんかったわ。そしてこれバジルポーク、乾燥バジルときゅうり和えてみました。本来はこれにご飯ついてくるんですけども、今回ご飯なしでもうこのままいきます。タイ飯だ。これタイ風なんですよ。癖もそんなないし、これね、ご飯にかけたらめっちゃうまい。ルーローファンみたいな感覚で食べることできるんじゃないかな。この後は3時からブリティッシュエアウェイズのラウンジオープンしますので、そっち行きましょう。ただいまの時刻は47分です。なので急いで食べて、次ブリティッシュラウンジ行ってまいります。ラウンジの外はチェックインカウンタービューになっております。飛行機は残念ながら見ることできませんが、人々の様子はこうやって見ることができます。続きまして、シャワールーム、あ、広いね。こんな感じのシャワールームです。バスタオルももちろん完備してますし、歯ブラシもありますし、いいね、こんな感じのシャワールームです。シャンプーもちゃんとあるわ。コンディショナーもある。評価高いね、これ。広いな、めちゃくちゃ広いな。 How many シャワールームズ you have? 19
20。シャワー室20室もあるしめちゃくちゃ広いわ。続きましてブリティッシュエアウェイズのラウンジ紹介します。お、グッドタイミング、ちょうど今開くところかな。開け、ごま開かない、まあ、とりあえずもう3時ですので入ることができます。ドアが反応しないのかな。スタッフ今手出してるんですけども、開きました。行ってまいります。プライベリー、ここも初めてだな。ザ・バーシンガポール、んここ入れんの、プリーズ、あはん、これだ、暗証番号じゃないと入れないみたいですね。まず他のエリア紹介しましょうか。あ、いいね、カンタスほど広くはないですけれどもすごく落ち着いた雰囲気のラウンジじゃないかな。あ、いいね、やっぱり初めて来るラウンジ興奮するわ。まず食事コーナー紹介します。ドリンクいろいろあって、クッキーもあったりだとか、お茶っ葉があって、コーヒーマシン、こっちもお茶っ葉にクッキーがあります。反対サイド、多分ここにまた何か食事来るんじゃないかな。今あるのは春巻きと、あ、サテーだ、いいじゃん。シンガポール航空のビジネスクラスだとか、マレーシア航空のビジネスクラスでもサテー提供されるんですけども、それを彷彿させるサテーで、ここら辺にまだ置いてないので、おそらく後にこれ、あ、あれか、カレーみたいなやつが来るんじゃないかな、そんな気がします。で、こっちの方はブラウニーがあったりだとか、クロワッサン、サンドイッチ、あとはフルーツ、オリーブ、あとはドライフルーツ、ナッツ、クラッカーだったり、チーズ、タルト、フルーツ、そしてサラダ、おそらくこれだけなのかな。もしかしたら後で追加になるかもしれません。で、こっちの方がお菓子コーナー、ポテチに、あとアルコールもあります。下行くとコーラ、炭酸水などありまして、お酒の種類も豊富だね。ほら、いろんなお酒ここにございます。で、炭酸水もあったりだとか、あ、これ瓶だ、瓶のスティールウォーター炭酸水で、ビールがタイガービールにスーパードライ、ハイネケン、あとはこの上が炭酸水かな、あですね、あって、一番下は牛乳かな。これここにおつまみのカシューナッツがあります。で、ワインコーナーがちょうど真ん中ら辺にあって、白ワインかな、これです。3種類ただし何が何だか全く分かりません。で、これが赤ワインかな、南オーストラリア、これは分からん、フランスかな、全然分かりません。いろいろお酒があります。そして反対側、こっち側もそっち側にあったものと同じのがここにございます。まだまだラウンジ奥続いていて、ここら辺椅子、あ、テレビで今サッカーの試合ちょうどやってます。ソファーブースです。いい感じの雰囲気ですね、ここも。で、ビジネスコーナーがあると。ちなみに各テーブル近く、こういった QR コードございますので、この QR コードを読み取るとどうなるのか、これから説明します。 QR コードを読み込むと、名前と、あとは日付と、パスワードのようなもの至る所にあるんですけれども、まあこんな感じで、こういったのを入れるとこの画面に変わります。ここでは食事、あとはお酒、飲み物などを頼むことができます。例えば今の時間帯、メインディッシュにチキンのボロネーゼパスタ、美味しそう。あとはこっちもパスタか、バジルソースのパスタ、このパスタ、あとはシャンパン、この名前のやつ、シャンパン、ごめんなさい、分かりません。で、カクテルもミモザカクテルで、ホットドリンクは Please make your way to the coffee store、 自分で作れってなって、で、ソフトドリンク、これも同じですね、ソフトドリンクも自分で作れと、先ほど紹介したところにソフトドリンクありますので、そこで作れと。この QR コードを読み込んだ先には、普段置いてないようながっつりとしたパスタの食事メニューであったり、あとはシャンパン、多分シャンパンも高いからあんまり飲まれて困るっていうことで、こういう方式取ってるのかまでは分かりませんけども、こんな感じでいろいろと食事であったりお酒楽しむこともできます。なので、今の時間帯、昼から夜にかけては、 JAL 便搭乗して日本戻る方、便あるよね、シンガポールな、夜中に出発するイメージなんですよね、羽田行きが。あとはでも成田行きの朝着もあるか、1日2便ぐらいはありますよね、きっと。なので日本航空の
フライト使って日本に戻る方で JAL の上級会員だったり他のワンワールド系の上級会員の方ここのラウンジ使うことできますのでおすすめです。便調べてみたんですけれども JAL 便羽田着のものだと真夜中の1時50分とあと9時台に出発するものがありますので夜中の方は早く来ないとこのラウンジもカンタスのラウンジも閉まっちゃいます。一方成田空港の方がどうなってるかと言いますと成田空港は朝の1便のみですので成田着の方はこのラウンジ営業時間的に使うことができませんので羽田行きの JAL 便乗る方ぜひここ来てみてください。本当にいいラウンジだわ。カンタスも食事美味しいし BA もきっと美味しいんでしょうね。今お腹いっぱいなのよね。なのでここではちょっと食べずにこのままこのラウンジ後にしようかなとは思うんですけれどもどっちのラウンジも本当におすすめです。ちなみにこのザ・バーというスペースブリティッシュエアウェイズのファーストクラスの乗客限定です。なので他の航空会社例えばカンタスだとかカタールはここファースト飛ばしてないか他の航空会社のファーストクラス乗客は入れません。なので僕も本来入れないんですけどもスタッフにそんな見たいのじゃあいいよ見せてやるよということで特別に入らせていただきました。あすごいねこの区画。あもう落ち着きが他の区画と全然違うしわこれは贅沢だね。もちろんこうファーストクラス乗客限定ですし確かこの路線787かな飛ばしてると思うのでまず満員になることはないです。このラウンジスペースがお菓子があったりだとかここら辺果物があったりだとかあダイソーだタブレットスタンドでここら辺ドリンクビールハイネケンやタイガービールあとは一番下がスーパードライですね。スーパードライがあったりだとかこっちはソフトドリンクコーラだとかお水お水も瓶のお水で高級感すごいからね。でここら辺にはアルコールドリンクこれコニャックとかでしたっけ、まあ、何か全く分かんないんですけどもあコニャックかこれって高いのかな。なのでこんな感じのお酒いろいろ揃ってますよと。よく見るやつもあればよく見ないやつもあったりだとかすごいね。何のウイスキーか分かんないけども18年もののシングルモルトスコッチウイスキーこれいろんなのがあってここは本当に落ち着いた雰囲気で入れる方が限られてるっていうところがすごいよね。で真ん中の区画これなんかシャンパンな気するな。おージョセフペリエだ。なのでこれ知ってるんですよ。日本航空のファーストクラスラウンジ羽田成田これ提供されてます。ジョセフペリエこっちもジョセフペリエで他にはいろんなシャンパンなどあります。すごいねって考えたら日本航空のファーストクラスランチすごいのかな。だってこれエコノミー搭乗の JAL のダイヤモンド JGC プレミアワンワールドエメラルドの方入れますからね。でこのジョセフペリエ普通に飲むことができるのでって考えたら日本航空がすごいのかなって思っちゃった自分がおります。以上がバーコーナーでした。いつかここ普通に使える日が来ることを夢見てこの場所後にしたいと思います。続きましてシャワールーム全部で6室ございます。各種アメニティも揃っておりますしただここはリンスインシャンプーだね。だからシャンプーだとかそういったところで見たらカンタスの方が広いし豪華だしここはカンタスの方が上かなそんな気がしました。シャワールームが全部で6室ございます。マルハバラウンジのすぐ隣がカンタスのファーストクラスラウンジなのよ。知らんかったな今まであったかな。ここ2014年から私 JGC プレミアワンワールドのエメラルドのステータス持ってるんですけれども入ったことない気するな。ちなみにカタール航空のラウンジもあるんですけどもビジネスクラス以上の乗客しか使えませんので今回はごめんなさい紹介することができません。それではファーストクラスラウンジ行ってきます。はい、グイブニン。やっぱりねこっちの方が豪華だわ。座席の種類もそうだしソファーも豪華だしただ思ってた以上に人いるわ意外だね。ちなみにカンタスの便としてはロンドンヒースロー空港行きあとメルボルン行きしかないんですけども結構いるね。多分今の時間帯ビジネスクラスラウンジだったらもっと人がいるんじゃないかな。こんなにカンタスの上級会員のか。もちろんねカンタスの上級会員だけじゃなくても私のように日本航空の上級会員でもここ使うことできますので、まあ、ただ思ってる以上に人が多くてびっくりしてる自分がいます。やっぱりファーストクラスラウンジすごいわ。専用のメニューがあるのでビュッフェメニューもあるとは思うんですけど基本コースメニュー This is a sparkling water? Still water? Sparkling Sorry You want a still water? Yes, I cannot drink sparkling Yes, I'm sorryなのでウェルカムドリンクとして炭酸水入れてもらえるのよ。すごいねやっぱりファーストクラスラウンジの雰囲気よしよ。でこちらがメニューなんですけれどもいや失敗したわ。そんなお腹空いてないんだよな。まず左上かメッセージか
でその下プラントベースドダイニングストレンジフレーバーシルクン豆腐ビズキューカンバーセサミ&ライスクラッカーズ、あとは読めないなんとかトマトウィズバファローモッツァレラ、あ、いわゆるカプレーゼだね、これカプレーゼいきましょう。で、プラワンワンタンエビのワンタンと黒酢とチリで四川チキンとキャベツのピクルス人参ライムマヨネーズでソルト&ペッパー塩コショウのイカグリーンチリディッピングソース、これじゃないなクラブサンドイッチ、あ、いいじゃないですかチキンのサンドイッチ、あとはポーチドエッグ、あ、これ朝のメニューも今の時間食べられるのかな、でプラントベースダイニングマッシュルームワンタンスープ、他にも、ポレンタってなんだろう、わからん、初めて聞いた。でラクサがあるんですけども、ここのラクサと多分ビジネスクラスのラクサ同じじゃないかな。他にもリンダーズパッドクラッパー、わかんない、わかんない、英語が読めそうで読めない私です。グリルチキンがあったりだとか、あ、ソーリー、お、すごい、おしぼりと最初におつまみオリーブ、オリーブ、オリーブのサービスです。他にもボールオブチップス、ポテチがお皿に入ってるってことかい、すごいな、こう2019年のコビット前にオープンしちゃってたので、どうで自分使ったことなかったよ。でいろんな種類があるんだけども、あ、ティラミス美味しそうだね、ほどほどの軽くにしとこうかな。でドリンク紹介しましょうか。でカクテルもいろんな種類あります。モヒートがあったりだとか H&H コールドドリンク、ホワイトワイン、ロゼ、レッドワイン、ここはシャンパンはないのかな、なさそうですね。でビールはいろんなビール種類多いね、ビールだけで 1,2,3,4,5,6,7 8種類のビールから選ぶことができます。とりあえず何食べるかもうちょっと迷わせてください。こんなに種類あると思わんかったわ。やっぱりシャンパンありました。まあこれがどんな種類なのかは分かりませんけども、このシャンパンがあります。そして周り見ても日本人誰もいないんだよな。これもシャンパンだ、2種類かな、シャンパンありますね。他にもいろんな白ワインが冷えたりするので、なかなかここのラウンジおすすめじゃないかな。日本航空便で東京戻る際にワンワールドのエメラルドのステータスダイヤモンド JGC プレミアあれば使えますので、いいわここ。 Thank you。 すごいね、もうかけてくれ、そこまでやってくれるのか、すごいね、すごいです、はい、そしてドリンク、毎度なじみオレンジジュース頼みました。いや、もっとここの存在早く知ってればよかったな。なので今回クアラルンプール行きの短距離戦ですけれども、なんだか申し訳ないわ、ソウル行きに乗って日本航空のファーストクラスランジ入ってるような気分かな、楽しみたいと思います。今回はお腹が空いてないのよ、なのでこのカプレーゼみたいなやつとティラミス頼みました。めちゃくちゃおしゃれ、そしてティラミスうまそう、おしゃれだよねこれね。カプレーゼモッツァレラチーズからいこうかな、早速、うまい、チーズがうまい、コクが違うわモッツァレラチーズので、トマトもありますので、うん、あ、なんだろうこれ、塩コショウだ、コショウの粒がかかってるんですけども、このコショウの粒がすごく美味しいわ。塩とコショウミックスされてるんですけども、この削りたてでいいのかな、多分ミルで引きたての塩コショウじゃないかな。でバジルも相まって、このカプレーゼはレベル高すぎよ。バジルも美味しいし、トマトも美味しいし、チーズも美味しいし、全てにおいてパーフェクト。いや、もっと早くこの子の存在気づけばよかったな。2019年の12月にオープンしたっていうこともありますので、それ以降来たとしてもワンワールド便乗らなかったんですよね。シンガポール航空乗ったりだとかで、あとタイ航空乗ったりとかで、なので久しぶりにシンガポールでワンワールド便乗ったんですけども、ここのラウンジすごくいいね。で続きましてティラミス、コーヒーがめちゃくちゃ強いのでちょっと苦手かな、このティラミス。中のマスカルポーネチーズは美味しいんですけども、ちょっとコーヒーしすぎてるな、あーちょっと苦いので、下のコーヒー生地がちょっと苦いですね。だから逆に言えばコーヒー好きな方は絶対美味しいと思います。
中のマスカルポーネチーズはさぞかし美味しいです。ごちそうさまでした。ごめんなさい、僕の胃袋はもう今日これが限界。他にもこうカットフルーツ、これなんだ、オリーブか、オリーブがあったり、各種チップス、ナッツ、下の方行くと炭酸水や、これなんだろう、初めて見た、リンゴジュース、オレンジジュース、あ、ブラッドオレンジジュースもあるのか、すごいね。でコーラがあります。バーコーナー、すごいおしゃれだね。いろんな種類のアルコール並んでますので、なんだかあのシェイカーすごいね、あの右のピンク色のシェイカー、ここはかなり種類豊富だね。下の方行ってもワイン、シャンパン、ヒエヒエで用意されてますし、レベル高いわここのラウンジ。すごいな、ここダイニングエリアがものすごく多すぎるので、まあ、むしろなんだろうな、ほぼダイニングエリアって感じ。でもここのカウンターもなかなか雰囲気良きですよね。で周り見るとこんな感じ、マジで日本人いないわ、なんでいないんだろうな。 あれかな、9時50分に羽田行きがあって、その後1時50分夜中の便があるので、多分ちょっとこの狭間の時間なんだろうな。今9時50分の人々はもう出発してるし、1時50分の人はまだ来てないみたいな、多分そういうことか。じゃないとこんなに日本人がいないわけないもん。今日はもうここでシャワー浴びちゃいましょうか。かなり綺麗だね、シャワー6室。 Hi, I'd like to take a shower. No, you have to wait. Ah, sure. Korea, you buy you 10-25 come in. No problem. So can which flight you go? Do you need a booking? Yeah. Sure. You 10-30 come in. 10-30? Yeah. Sure. Okay, I'll be back. Okay. Thank you. シャワー今フルだから後で来いと、10時半に来いって言われました。明日の朝のフライトから全然問題ないです。10時半になりました。シャワールーム来ました。まあまあ広くていい感じですね。タオルももちろんありますし、歯ブラシ、クシ、カミソリに、これがシャワーキャップです。あとハンドウォッシュにハンドクリームございました。果たして水圧はどんな感じでしょうか。ここからやるのかな、ホットコールド。水圧はって感じです。それではシャワー行ってきます。シャワー上がりました。もうシャワー上がった途端ラウンジクローズということで、もうお客さん誰もおりません。この後11時半シドニー行きと、違う、メルボルン行きとロンドンヒースロー行き残すのみです。ここのラウンジ気に入ったのでまた戻っていきたいと思います。シャワーも上がってもう完全に寝る準備整いました。この後第2ターミナルに移動してサッツプレミアラウンジ、ここで夜を明かしたいと思います。本当にカンタスのファーストクラスラウンジ最高だったわ。第2ターミナル到着しました。びっくりするぐらいこっち人いないんですよね。本当に人がいないのよ。1と3はかなり人多いんだけども、2は少ないので、空港泊もしするならラウンジ以外でもここのターミナルの方がいいんじゃないかな。うわ懐かしい、ビシバシチャンネル、しかも日本語じゃん完全に。これ昔ハマってやってたな、ゲーセンとかで。これね、くったらないゲームがいっぱいあるのよ。ちょっとやってみましょうか、一人で。青ボタンを押してくださいと。もう完全にもう日本語。ゲストプレイ決定。二人じゃないのよ、一人なのよ。結局2人プレイになっちゃった。まあいいや、とりあえずもこれでやります。ランラン一匹狼、まさかこんなシンガポールでね、こんな日本語のゲームやると思わんかったわ。これね、食ったらなくて面白いんだけどな。勢いよく、はいはいはい、ふん転がしね、で回すのね。あ、じゃあ、これ二人分やんなきゃいけないね。楽しくね、一人で二人やるの全く面白くね。超懐かしい、ドンキーコング、しかもめちゃくちゃ初期のこれよ。でパックマンがあったりだとか、めちゃくちゃレトロゲームあるんですけど、工事してんのか
だいぶ様変わりしてるわ、第2ターミナルも。でここも雰囲気最高、寝るのに最高のソファーあるわ。ただ今日充電するものなんかあるからラウンジ行くんだけども、レーシングゲームぷよぷよ的なやつもあったりだとか、ターミナル2なかなかやりおるな。今日の宿到着、今日はここで寝ます。おやすみなさいませ。おはようございます。翌朝になりました。マッサージチェアで疲れを癒してからこの後搭乗口向かいたいと思います。やっぱりあそこで寝ると体痛くなるね。マッサージチェアでトントンになればいいんですけども。それではマッサージ受けていきたいと思います。もう朝早すぎ、眠くてもう何言ってるかわからない。まだ朝6時前でございます。ラウンジ出ました。搭乗口 F の33です。30から60が左って書いてるから近いのかな。近いことを信じて搭乗口向かいたいと思います。昨晩は全然人がいなかった第2ターミナルですが、この時間まだ朝6時20分ですけれども、まあまあ人います。ゲート前に着きました。いろんな航空会社と行動シェアしてるわ。それではまず保安検査行ってまいります。保安検査完了しました。まだ6時20分ぐらいですけども、暗いね。それではもうこのまま搭乗していきたいと思います。まだ搭乗始まってないのかな。Good morning. So you're flying on MH, is it? Kuala Lumpur? Yes, Kuala Lumpur. This is SQ. Hello, guys. MH flight, not here. Oh, really? MH 602. Sure. ゲート間違ってた。なんでこんな失態ある？ダサ。これで乗れなかったら笑ってください。ゲート33みたいです。もしかしたら遅い便があそこだったみたいだわ。ここが本日のゲート33番です。再び保安検査完了しました。あちら本日の機材でございます。もう間違いないぞ。 Thank you. Hi, good morning. Good morning. Hi, how are you? How are you? Yes, sir, thank you. Sorry, don't drop your phone. Your ticket? Oh, it's there. Say goodbye. 60 to Austin. Thank you. Thank you. Welcome.29. All keep small items under the seat in front of you. The emergency exit areas, aisles and bulkhead areas must be made clear of obstructions. Be careful when opening.本日28の窓側、本当は29なんですけども、ここら辺もガラガラだから好きに使っていいよってことだったので、とりあえず今日ここにしたいと思います。座席に着きました。本日の機材ボイング737のダッシュ800です。シートポケット、エチケット袋と安全のしおり、インフライトショッピング機内販売のカタログに機内紙が入っておりました。 Going Places、 これがマレーシア航空グループの機内紙です。シートピッチですが狭いな、こんな感じです。もう1個入るかぐらい、なのでほぼ LCC 用のシートピッチといっても過言じゃないかな。久しぶりにマレーシア航空乗るんですけども、こんなもんだったかな。最後に乗ったのは確かこの路線のビジネスクラスだったような記憶があるんですけれども、もう少し広かったような気がするんだけどな、まあ、いずれにせよこの機材は東南アジア間の短距離線にしか使われないので、長くても2時間とか3時間ぐらいなので、なんとか耐えられるでしょう。しかも今日はシンガポール行きなので1時間のフライトです。でしかも隣も空いてますし、奥もいないですし、その前の方もいないですし、だいぶ前までいない、あとはもちろん後ろもいませんので、今日はもう優雅に自由に使うことができます。モニターもついてます。
あ、結構これゆるゆるというか力入れなくても角度調節できます。短距離の東南アジア路線でしか基本的にこの機材使われないんですけれども、十分だよね。リモコンここにあります、まあ、リモコンの形状からして旧式のプログラムであるのは間違いないとは思うんですけれども、ボーイング737でもこのモニター久しぶりに見たのは大体トリプルセブンだとかエアバス330でこれ見ることが多いです。今クルーの方からセーフティービデオ新しくなったからぜひ見とけよと言われました。最後に乗ったが2019年なので、まあ、逆に言えば2019年よりも前がどんなビデオだったか覚えてね。セーフティービデオだいぶポップな感じに変わってますね。今まであまり記憶はなかったですけども、こんなんではなかったと思います。すごくなんて言うんだろうな、堅苦しさ全くないですね。日本航空がもうカチッとしすぎたりだとかしてますし、なんだろうな、一つ前の歌舞伎の時の ANA、まあ、ジャンルは違いますけれども、なかなかポップな感じですごくいいんじゃないですかね。日本航空もあんなカチッとしたやつよりももうちょっと日本らしさを全開に出したフランクな感じの方が外国人受けもいいような気もするんですけどね。オレンジジュースと塩ピーナッツ、1時間の短距離路線ですので全然十分ですよね。ラウンジ使える方はもうラウンジがっつり食べればいい話ですし十分です。機体航空のトイレに行ってみました。至って普通ですね。特に何か説明することもない、至って普通のトイレでした。リクライニングしてみましょう。リクライニングはもう結構いくね。10センチ以上はリクライニングするのって、まあ、ただ逆言えば前にお客さんがいて倒してきたら圧迫感すごいと思うな。今回は隣も前も後ろもほとんど枠の周りいないので余裕ですけれども、結構リクライニングする分前の人がシート倒すと本当に窮屈だと思います。 LCC だったらここまでリクライニングしないと思うんですよね。
なのでリクライニングさせる場合は後ろに人がいないときにやるのをおすすめします。シートピッチがかなり狭い上にリクライニングも倒れる角度かなり深いのでどんな感じなんだろうな、ちょっと一旦前のリクライニング倒してみましょうか。かなり圧迫感が強くなるような気がします。今倒したんですけども、で自分がシート起こすとこんな感じ。伝わるかなこの圧迫感。あ、すごいわ。まあ、もちろんこの路線この機材で何時間も飛行するわけじゃないので、まあ、長くても2時間3時間ぐらいので我慢すれって言ったらできるのかもしれないですけども、いずれにせよこの圧迫感はなかなかすごいな、そんな気がします。早いな、もうそろ着陸態勢入るよということでした。なので上空にいた時間20分もないんじゃないかな、めちゃくちゃ短いわ。そしてここからは発見した方法についてお話ししたいと思います。実質当日発見できるなっていうのを今回改めて知ったんですけれども、日本航空で発見した特典航空券です。ワンワールド特典か提携会社特典の場合は変更自由にできるんですよ。 JAL 便のみの国際線の特典航空券は変更できなくてキャンセルしてまた予約し直すって形なんですけれども、提携会社並びに1社のみのフライ1社のみの特典、あとはワンワールド特典だと自由に変更できますの で変更の期限も便出発まで OK なんですよね。例えばですけども今日韓国行きたいという風に仮定します。ただ48時間ないしは24時間前までが発券期限ですので、基本的に JAL のマイルを使って当日発券はできません。ただし空きがあればという前提ではあるんですけれども、とりあえず先の日付のフライトを予約してそれを便の変更という形で当日空席があれば変更できますので、このやり方使えば実質当日発券できるよねっていう話です。なんかこれ言っていいのかわからないんですけども、ルール上できることなので別に悪いことしてるわけではないんですけども、そういったこともできますよと。でもうそろ着陸態勢入ると思うので急いでドリンク飲みましょうか。本当に早くてびっくりだわ。時刻表の上では1時間のフライトですので、もっとやっぱり短く感じちゃうよね、1時間のフライトだと。本当にあっという間。最終の着陸態勢に入りました。本当にシンガポールカラルンプカン飛行機だとあっという間、陸路だとそれなりに時間かかりますけれども、やっぱり飛行機ってすげえなと改めて思ってる自分がおります。Until the seatbelt sign is switched off. Be careful when opening the overhead compartment and remember to take all your belongings with you. Transit passengers are advised to check flight information display screens or proceed to the transfer desk for assistance. You are required to be at your departure gate 30 minutes prior to departure time to avoid being denied boarding.It's been our pleasure serving you. Thank you for flying Malaysia Airlines, a member of One World Alliance. And we hope you have enjoyed our Malaysia hospitality. は圧倒的な広さだな。他の座席はちょっと狭め。こんなんだったかな、マレーシア航空って。Yes, thank you. Bye.
クアラルンプール到着しました。今回はマレーシア航空のフライト使いましてシンガポールからやってまいりました。マレーシア航空使うのマジで久しぶりです。2019年の10月とか11月とかかな、自分が YouTube 始めた初期の頃なので、多分飛行機動画の1発目2発目とかそれぐらい、最初多分キャセイだったのかな、キャセイかマレーシア航空が一番最初の飛行機動画だったんですけれども、それぶりかな。マジで久しぶりすぎて全然ここら辺の記憶があんまりないんですけれども、知らない間にいろいろ変わってました。セーフティービデオが変わったりだとか、あとはシートピッチあんな狭かったかなと。何度も僕マレーシア航空エコノミークラス乗ったことありますけれども、737の機材基本的に東南アジア内の短距離路線でしか使われてないんですけども、あんなに狭かったかなと思ってしまった自分がおります。あとはシンガポールチャンギ空港、2019年の12月にカンタス航空のファーストクラスラウンジが新しくオープンしております。コロナもあってオープン後はチャンギ空港からジャル便を含めてワンワールド便使ってなかったので、あのカンタスのラウンジ使うの初めてでした。ビジネスクラスラウンジもあんまり記憶ないんだよな、使った記憶。あとブリティッシュアウェイズもそうですし、全然覚えてないわ。もちろんブリティッシュアウェイズのラウンジや、あとはカンタスのビジネスラウンジあれば前からあったと思うんですけども、あんまり記憶なかったですね。そしてファーストクラスラウンジ本当にあそこすごいわ。エリアのラウンジの中のスペースの半分以上をダイニングエリアで使っているということもありますので、逆に言えば相当自信があるということなんじゃないかな。シャンパンも揃っておりますし、各種アルコール、料理も基本的にはオーダー式ですし、自分で取る料理はほとんどないんですよね。本当に洗練された空間ですごく良かったです。もちろんビジネスクラスラウンジももっと広いんですよ。ビジネスクラスラウンジはもっと広いし、自分で取るスタイルではあるんですけども、ラクサが美味しいのよ。なので今回ファーストクラスラウンジはラクサ食べてないですけども、カンタスのビジネスクラスラウンジのラクサはなかなかやりよるね。あとはサッツプレミアラウンジのラクサも僕は好きなんですけども、あそこのラクサよりもカンタスのラクサの方がおすすめ。なのでファーストクラスのラウンジの受付スタッフ、ラクサおすすめだから食った方がええでみたいなこと言ったんですけども、今回お腹のキャパシティの都合上ファーストラウンジは食べられませんでしたけども、ビジネスクラスラウンジで食べたラクサは本当に美味しかったので、皆さん使う機会があればぜひ食べてみてください。本当に美味しくてびっくりしております。あとは今回 JAL のマイル使って発見した特典航空券です。予約期限を過ぎても実質当日乗れるような術ありますので、初めて使ってみたんですよこの技をね。そういえばこういうことできるのかなと思って、ギリギリの期限で発券しようと思ったんですけど、その期限過ぎちゃったので、でよくルール見返してみたら、あ、そういうルールがあるのかと。出発前だったら変更できるよというルールがあったので、先の日付で発券して今日の日付に前倒しするというようなやり方をやらせていただきました。これもちろん JAL 便でもできます。ただ JAL 便のみの場合はできませんので、ワンワールド特典として JAL 便プラス他社のワンワールド便、これを組み合わせれば当日日本航空の特典航空券発券できないこともないと思いますので、ただ僕もこれ初めて今回使ったので、まだそんなに詳しく皆様方に詳細をお届けできるほどではないので、そんなこともできるんだなというふうに頭の片隅に入れていただければなと思います。それでは本日のマレーシア航空の動画は以上になります。皆さんぜひチャンネル登録をして旅行者気分を味わいましょう。その際の皆さんの高評価ボタン、いいねボタンです。ツイッター、インスタのフォローも合わせよろしくお願いいたします。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。